すごく幸せでも最近のあなたは何か様子が変。もしもしから私いつの間にか嫌われたのかしら。抱きしめた時とかなんか柔らかくてよからぬことなんか妄想したりして平静なふりして祈りのとかしても男のお手つから寂しにならないわけないでしょ。なんか怖くなって時々さわからなくなるんだ。愛なのかそれとも汚い欲なのかそんな僕となんか君にすごく後ろめたくないよ。誰の友人から聞いた話だけどよからぬこんなんか足り合ってるみたい。冷静なふりして怒りを隠してもガタガタなんですからそれ気にならないわけないでしょ。どうしたって君に見える未来、いいことをこぼすときだね。